花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日もですね、楽しくやっていきましょう。ワーウって言った途端にあのイヤホンが今日はね本当に寒い午後を迎えましたけどもですね、皆様風邪とかひかないようにですね、気をつけていただきたいと思います。早速松下俊美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくどうぞお願いいたします。ね、こんにちはみたいなすいません。あなたさ、なんか変な、そのちょっとマスクやめた方がいいと思う。あ、ごめん忘れてた。これ映像映ってるんだけど、失礼しました。なんかおかしいなと思って、よくそういう風な人がいますよね。いますね、最近忘れっぽい。映像とかに、ね、出る時って僕マスクして出るのはちょっとどうかなとか思って。いやいや、さ、もうちょっと早く言ってほしかったな。いやいや、今気がついたんだけど。はいはい、失礼しました。風邪どうですか。風邪、ちょっとなんか咳込んでたね。喉が痛いんだけど、まあちょっと少しマシになりましたね。この時期になるとね、僕は20日でお誕生日だったんですけども、自分の誕生日、ありがとうございます。自分の誕生日前後っていうのはね、やっぱ体調、寒い時期っていうのもあるんだけど、あ、ね、毎年体調壊すんだよね。ちょっと油断するのかもしれないけどもね、そういうのがありますけども、桜田武史。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうぞ。お疲れ様でした。どうぞじゃない、おかえりなさい。おかえりなさいですけどもね、いかがでしたか、福島プチツアー。あ、楽しかったです ね、もう連日連日連夜楽しかったです。飲み明かしてはい。やばいぐらい飲みましたね。本当、はい、あなたしかし黙って飲むからね。そう、強い。いや強いわけじゃないんですけどね、結構好きだね。飲み始まっちゃうとね。ちょっと記憶なくしたりするんだよ、時々ね。嘘、本当。いや、今回は覚えてますよ、ちゃんと。いや、そういうこともあるんだ。たまに。たまにはいい。やっぱり、なんですか、やっぱり、まずは、あれでしょ、郡山の、M&J さんで、はい、キアちゃん、お元気でした。元気でした ね。お子様もちょっと大きくなって。あ、そうか、まだ子供ちっちゃかったね。前回7月行った時はまだ生まれたてっぽかったから、そうか、あれから4ヶ月、まあ早いからね、もう7ヶ月だから、かなり大きくて。あ、そうなんだ、ニコニコでしたね、お子様。なるほどね、いつも笑顔で、あの子ね。そうかそうか。あとはスカ川のプカプカさんとか言っちゃったけど、怒られちゃいます。日曜日がプカプカさんで、はいはい、で、まあ、前日から、うん、行ってたんで、うん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 、で日曜日、土曜日はオフだったんで、ちょっと映画なんか見に行っちゃったりして。電話したのよ俺。あ、そうなんですか。そしたら2人で映画行ってるとか言うから。あ、そうなんですよ。なんでさ、福島行ってまで映画見に行くの。いや、だって司さんがターミネーター見たいって言うから。なんだよ、もうちょっとさ見るとこいっぱいあんのに。ねえ、あ、スカラバってね、すごい歴史深いとこなんだよ。そう、あ、でもね、あそこ行きましたよ、なんだけど、ウルトラマンの、まあ、でしょ、ウルトラマンだけじゃないんだとか、つぶらやエイジの。でもね、そういうとこだけじゃなくて、あれ、うん、松尾芭蕉があそこ2週間ぐらいいたんだ。ああ、そうみたいですね。7日間、そうそう、7日間か。それでいろんなね、なんとかその後がね、あといろいろあったりとか、遺跡みたいなのもあって、ね、あとね、あそこがいいよね、なんちゅうの、石仏じゃないけど、像って石仏みたいなのがあるの、お堀みたいになって、役場の上の見晴らし台みたいなとこから、ね、わーっとこう360度こう見えるところから、うんうん、あそこも行ったの、行きました。新しいね、そう、テッテでしょ、違う、テッテじゃなくて、役所、あ、もう一個か、あ、はいはいはい、こうなんかほら市役所だよね、そうだね、立派な建物があちこちにね、大きいのがあるからね、あのね、僕はウルトラ FM っていう放送局にも行ってご挨拶行ったの。あー、
あのビルの何階かにね、出てるのがあるんだけど、それでまあディレクターとちょっとお話しして、あの来てくださいよとか言われて、なんかこの番組見てますよとか言われて、見てます見てますよ、いいよね。ありがたいことですけどもですね、金沢市の音楽魂、今日は金玉ということで、はい、この3人でやっていきたいと思いますが、はい、僕の方からお便りご紹介しましょうか。お便りは来てたかな、あ、こっちにあるけど、これちょっと、いや、それじゃなくてね、ちょっと待って、探し始めています、ごそごそ、ガサガサと、ちょっと先ほどね、ありました、来ましたね、はいはいはい、金沢義郎さん、長瀬 FM 音中ということで、はね、チャーリー佐藤さんですね、来ております。皆様こんにちは、寒いですね、ということでね、先週は桜田さんのいない放送でした、今週は3人揃っての放送、熱い武蔵小杉としてくださいね。はい、さて、昨日は西新井で出たお一人様焼肉で盛り上がった私、飲みすぎましたっていうね。 お一人様の時は何つきの文字が出てこない ね、 お一人様焼肉っていうのもちょっと寂しい感じがね、呼んでくだされば一人ちゃんこっていうのはものすごく寂しいよ。ちゃんこ、鍋は寂しいでしょうね。ちゃんこはちょっと一人でちゃんこはちょっと、焼肉は今でも結構あるんですよね、一人で食べたりとかね。あ、そうなんだ、あのコンロが一つずつ置いてあって一人用のね、あの立ち食い焼肉みたいなのは野毛にもあるし、あ、そこそこそこ、あ、七輪とかそういうんだったらいいよね、なんかね、いいですよね。でも一人でもったいないよね、それね、コンロだったらいいかもしれないけどね。そうかそうか、一人焼肉ということでね、飲みすぎましたっていう。本日はスタジオに、どなたか来られるのか楽しみにしておりますっていうね、今日はね、あの、すぐありませんね。どうなんですかね、寒いので熱くダイナマイトをよろしくお願いいたしますっていきなり来た、すごいな、来たね、すごいな、令和11年22日チャーリー佐藤、いい夫婦の日だと知るか、そんなもんって書いてある。そうだ、11月22日だから、ね、今日そうなんですね。あ、いい夫婦ね、うそういうことなんだね、いい夫婦、これ今日 1,2,3,4,5 万円、ケーキ、ケーキですね、これ5万円入ってますよ、すごいな。チャーリー佐藤さん、なんかチャーリーさん の、 あのファックスで初めてランチキという字が出てこなかった、ね、ような気がしますが一人だったから一人ランチキ騒ぎっていうのもちょっとね、一人ランチキ騒ぎしたらもうちょっと危ないよねこれね、今日はじゃあそのリクエストにお答えしますか、うん、じゃあもう一人松下さんの方からご紹介します。あ、これね、うん、ちょっとこの綺麗なおはがきをいただきました。おはがきが来てね、すごい綺麗、ね、綺麗だ、タイのね、なんかね、タイのね、めでたいお正月みたいな感じのイメージ、ね、はい、読ませていただきます。お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。音楽は乾いた喉を潤さない、うん、空腹を満たさない、うん、でも音楽は心のエネルギー、生きる源、うんうん、と私は思っています、うん、吉郎さんの歌が大好きです、ありがとうございます。このようにこのように産んでいただいたご両親に感謝、ハッピーバースデー、京都の京子さんです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。前もね、あの、うちわの絵かなんかで、はがきね、いただいて。あ、そうそう。ね、前もね、凝った、めでたいの鯛をいただきました。やっぱり今時、今みんなこう、メールとかね、ファックスなんですけども、うん、ありがとうございます。こういうね、おはがきいただくとね、やっぱり心に染みますよね。ね、すごい綺麗な字でね、うん、いただきました。ありがとうございます。はい。あ、それだけでした。それとですね、うん、これはあ、先じゃあ歌いきますか。あ、歌いきますよ。リクエストをお答えしましょう。はいはい、これじゃあチャーリー佐藤さんのリクエストをお答えしましょう。はい、ダイナマイト。I'm not sure.
に行ってみようか。リバーサイド街角に立つ女の涙、夢と希望はまだあるけど、しぼみかけてる心に花を咲かそう。チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました。金尾四郎ダイナマイトをお届けしました。もういきなりこういう夜の酒飲みの歌のような感じでね、ちょっと恐縮いたしますが、ちょっと声大きいよ俺。コーラス入れにくいんじゃない、なんか忘れてなかった。いや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 、他のこと考えてて。そんなことないですよ。いや、自分の声が聞こえなくて。聞こえないらしいね、なんかね。なんか外した方がいいのかなとか。いや、外した方がいいと思うよ。俺歌う時はね、自分の声が聞こえない。イヤホンしてても聞こえないもんな、自分の声が、うん、聞こえない時はでもこう耳こうやって塞いだ方が、返しが一瞬聞こえるよね。うん、一瞬聞こえる。ね、ということでね、お元気でね、お誕生日迎えたばかりで、うん、そう、佐藤さんもね、さっきね、佐藤さんに言うの忘れて、ごちそうさまでした、この前、うん、なんかね、お祝いしてもらって、プレゼントを、ね、お祝いしていただいてですね、ありがとうございました。ありがとう、ありがたいことでした。田崎さんもね、一緒でよかったですね。うん、田崎君も元気になってね、ちょっとね、よかったと思います。なんか、誕生日に向けてのメッセージ来てますけど、どうしますか。行きましょう。行きます、はい、金尾四郎音楽魂の皆様、はいはい、こんにちは、妖精ソソです。こんにちは、こんにちは、お世話になりました。金尾さん、1954年11月20日土曜日、うん、馬年、65歳のお誕生日おめでとうございます。そこまで詳しく言わんで。今日から遡ること 23,745 日前に、九州は筑豊の能型に第一声を発するおぎゃーという言葉に力強い歌声をきっと響かせたことでしょう。スタイルよし、マスクよし、歌よしの三拍子揃った金尾四郎の今後のご活躍を期待しています。いやいや、ね、なんかね、そこまで言われるとね、そう、金尾さんや松下さん、桜田さん、皆さんとご縁がありましたこと嬉しく思います。今日はラジオで思いっきりお誕生日ライブをしてください。楽しみに聞いています。最後にハッピーバースデーとよしろう。ありがとうございます。美しいソソさんの声が聞こえます。ありがとうございます。ね、すごいね、23,745 日前、よく数えたこと。数えた、よく数えたこと、すごいね。ね、いや、ソソさんのことだからあれですね、コンピューターで検査したかもね、うん、そう、自分のコンピューターがね、うん、あの方はパソコンなんかそうすごいから天才少女と言われたなって。そうなの。そう、そうなのって。どこが。いやいやいや、そうですよ。あ、そうなんだ、うん、そう、ありがとうございました。ありがとうございます、本当にね、そうやってね、やっぱりこう褒めていただいたりするのは嬉しいもんですよね。でもね、須賀川もね、いろいろね、お世話になりましたけども、今度はまあちょっと暖かくなってからね、
来年でもね伺うあそこ行くとほら何泊もしちゃうんだよね3泊4泊かなさん今回すごかったよねなんか6泊ぐらい6泊ぐらいいたのいやいやいや5泊か5泊6日の旅4泊6日かそうだっけ4泊いやいや桜田さんだって3泊4日3泊4日あ3泊か3泊ですね ねなんかねあそこ行くと ねみんなゆったりしてね泊まっていくらしいよ、うんいやだから松明明とかねあのあお祭りとかイベントがあってねあれ行きたいちょっと来年あれをねちょっとあれすごかった、ね、あのすごかったお祭りね火祭りですけどもね三大火祭りうんあの行かせていただきましたけども先週もねそのお話しましたけどもですねあのやっぱりなんかちょっと心が和むというかねうあのそうもともと僕はあの生まれは福岡なんですけどもあの、まあ、東京から横浜に越したんですねあのうんはい、もう20年ぐらい住んでたんですけど、はいまあ、横浜第二のふるさとだったんだけども、はい、ちょっといろいろ事情があってねあの、まあ、そこをあの離れることになって第二のふるさともあちこちにそうあちこちにあるわけじゃなくてあのでもなんかねやっぱりそのなんていうかな横浜は今でも、ね、好きな街なんですね、はい、あのスペースがあるし僕ほら田舎育ちだからちょっと東京が息苦しくなってくる時あんのよああ、なんとなく満員電車とかねとか毎日そういう乗ってたらねみんなやっぱちょっとなんかねストレスがたまるというかねだんだんその年を経てくるに従ってなんかちょっといやあの精神的に安らげる場所がねそうですねあった方がね、うん、いいなとは思いますけどもちょうどいいぐらいの距離ですよね須賀川ってね那須とか ねちょっと行くとほらやっぱり那須までってどれぐらいかかるの那須はね近い1時間はちょっと近い、ね、あの須賀川から、うん、須賀川からは1時間ちょっとかかったかなうん割と近 い、ね、1時間半あれば行くんじゃないですかねうんいいところですよ ねリクエストございますかあこれはない今日は、うん、これはねあのソッさんはほらお誕生日のおめでとうっていう ありがとうございますね本当にあの俺も65になっちゃったもんねすごいなねなかなか追いつけなくて、ね、近づいたと思ったら突き放されてみたいな感じで1個ずつねこれねあまあもう一枚、はいはい、読んじゃいますじゃあもうやねじゃあそちら あのご都合のように僕実はね今度ねラジオのゲストであのちょっと他の放送局でゲストであるの。ああ、すごい。ゲストに呼ぶっていうのは珍しいです。すごいすごい。呼ばれるっていうのは珍しい。お呼ばれ。どちらまで？あのね、あ調布 FM。はいうん、でね、あのゲストに入ります。これが12月11日。調布 FM の、はい書いてきますね。これ午後のカフェテラスっていうね番組なんですけど、これはあの明石さんの番組？いや千秋さんだっけ、いやちょっとわかりませんうん、女性の方のねパーソナリティ、はいはいはい、明石千秋さんっていう方がですかね千秋さんだと思うジャズボーカリストでパーソナリティやられてであの午後のカフェテラスっていうのね調布 FM 生放送ですか生放送なんですよ3時間の生放送なんだけど3時間出るのはあの、まあ、CD だけかけてお話しするっていうね、はいはいはい、あ歌わないですか歌わないですね生歌はないみたい CD 生歌は歌ったらもう二度と入れないんだけどやかましいからうるさいやかましいから12時から3時間の生放送ってすごいですね、うん、で僕はねあの14時から30分だけそのコーナーがあってゲストコーナーみたいなゲストコーナーで、まあ、竹本孝之さんもね月にそれ2回そこで出てるのねそう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 、はい、それでその番組 の、ご紹介いただいて、ゲストで出るっていうね11珍しいですよね僕もねゲストで出るってこと水曜日ですね水曜日そうなんですよそれでまあでも1週間あっという間にね過ぎてしまいますよねあのそんなこんなしてたらライブやったりもう12月もあっという間になってしまう、ね、12月あっという間ですよね毎週末で11月終わりだもんねそう、うん、そうなんだよ ね、 ねなんだかんだ言いながら、ね、あっという間ねこの前まで、ね、暑い暑いとか言ってたのに ねなんというこの速さ焦ります、うん、はい、ということでご紹介しましょう今日はもう見ますか、うん、でこれミキさんからいただきましたよ博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは、はいはい、予報では晴れで、うん20度ぐらいまで
また上がるということですが、まだ曇ってる博多です。博多寒くないんだね、博多はもうね雨が通り過ぎたのかな、じゃあさてまずは加納さん、一周回ってごちゃいのお誕生日おめでとうございます、一周回って一周回ったんだね、もう ね、あそういうことなんだね、そういうことか、カンカンだから、ね、そうですね、未だにその年齢が信じられないですけど、これからもおらび続けてくださいね、そして桜田さん、光の国をはじめとする福島ライブお楽しみさまでした、多分この2つの話題で今日の放送は終わりそうなんで余計なことは言わんときましょう、リクエストそちらは今夜雨とか予報もあるんで、こうなるであろうドリンキングインザレイン、だけど何でも OK です、ドリンキングザレインリクエストです、おとといマチケンさんに舞子ちゃんのライブを、舞子ちゃんがラジオやって出た長崎県諫早で体験してきましたけど、博多じゃ見られないくらいにマチケンさんが弾けておりました、しかしカナオさんのオラビ声やマチケンさんの張り声、どうもおいらは自分の声が負けるくらいの歌声の人が好きみたいです、マチケンさんもすごい声だもんね、抜けるからね、高い高いね、高音の、そうだね、高音でね、行くからね、わーって言うからね、そうそうそうすごいね、まあでもね、そうそう、まあ、2人でやったらすごいことになるかもしれないね、ああね、オラビアになっちゃう、この間の串を止めみたいな感じ、串を止めね、あ一緒にやりましたね、一緒にやったよね最後ね、最後やったね、みんなね盛り上がって、楽しかったですね、そういうことですね、あの博多のね美樹さんもいつもねありがとう、ね、じゃなんかそれやってみますか、ドリンキング、名前やってないけど、you made that
はい、Drinking in the Rain っていうね。いや、楽しかった。ちょっとやってないとあれだよね。ね、うん、あれれれれって。あれだよねってなんだよ、今のって感じですけどもですね。面白かった。ね、博多の木さんいかがでしたでしょうか。Drinking in the Rain っていうね、ことでしたけどもですね。今日松下さんはいかがなされましょうか。今日は休もうかな。休もうかなって。風邪だし。風邪だしじゃないんじゃないの。こうそういう時にこう歌った方がよかったり。忘れないうちに、うん、ライブの告知していいですか。あ、いいですよ。ね。ライブの告知、はいはいはい。12月8日。うん、日曜日に上大岡のクラークスデールっていうバーがあるんですけど、うん、はい、そこで投げ銭ですよね、加納さん。あ、私ですかね、はい、投げ銭ライブ、ギター渡辺隆、投げ銭ライブね、はい、そうですね、クラークスデール上大岡ですね、すごい素敵なバーですよね、8日ですね、日曜日です。6時半オープンの7時スタートです、うん、スタートということでね、はい、クラークスデール、上大岡ですね、上大岡です、大岡ですね、それから14日が、うん、横須賀楽屋、12月14日楽屋か、そう、楽屋っていうね、楽という、ね、楽って覚えてた、家っていう字書いて、楽しい、横須賀中央駅からすぐのとこですね、はい、横須賀中央、楽屋ということで12月14日これはですね、内田翔也さんとね、はい、あと稲葉直樹くん、うん、以前もね一緒にやったことはありますけどもね、はいはい、それまあジョイントみたいな形になります ね、はい、渡辺武史、加納芳郎、松下利美で参ります、はい、12月14日、はい、横須賀楽屋というねことですね、はいはい、あとはですねちょっとご紹介しますと12月29日これ大船ハニービー、はいはい、これ鬼殺しブルースバンドとね、対バンになります、はい、12月29日ですね、まあこれ最後になりましょうか。そうです、歌い納めでしょうね、大船ハニービー、ね、僕も久しぶりですけども ね、はいはい、お楽しみいただきたいと思います、はい、また来年の話はね、また来年ご紹介いたしますか。そうですね、うん、1月、まあ、スモーキー31日、やりますか、うん、1月31日、はい、どこだっけ、あそこ野毛のスモーキーですね、はいはい、12月23日はジョン・ジョン、これ渡辺武史で2月23日もうやめようか来年過ぎちゃった、まあ、来年しましょう。今日か、はい、今日司と桜田今日、ね、館内の、うん、運転っていうお店、 UN 店って書くで、UN 店、うん、UN 店、暗店じゃないの？暗店かな？暗店かな？暗店かな？暗店はねだろ。いや、ローマ字読みなのか英語なのかで、暗店かな？暗店かな？うん、そうそうそう、暗店さんで今日、8時からやります。8時ね。それから、うん、来週は29日は元町のブルースギターフォーエバーさんで、塚さんと桜田、それから11月30日はこれ鬼殺しブルースバンドが、うん、メープルハウスで、うん、学芸大学メープルハウスでやるんですけど、はいはい、そこに一応顔を出すということで、私も今日ね、うん、ウォッカのちょっとね顔をね、うん、桜田さんのところも顔を出したいんですけれども、ウォッカ行きますいつも竹さん、そう、来月は結構あるんですけど、まあ、ちょっとまた今度にしてみましょうか。またお祝いしますかね、はいはい、来月も結構あります。来月仕事納めはいつ、そんな話。29に大船行くのはどうしようか今調整中で。どうしようか来るでしょ来るでしょって来るでしょ、大船ハニービー来るでしょ。いやいやいや、来ないの。ちょっと今調整中調整私も12月21日に、はいはい、丸山恵子さんの、ね、ちゃんと行った方がいいよ。いいですか、うん、いいですか、うん、12月21日、うん、青山の、うん、ステーキハウス、うん、青島っていうところで丸山恵子さんの小山あの先生も一緒なんですけど、うん、ディナーショーをやるんですよね、うん、そこでコーラスで参加をさせていただく予定でございます、まだまだリハやってないんですけど。ディナーショーのコーラスやるの、ね、ちょっと私ねドキドキなんですが、すごいね、ちょっとまあ、やらせ、はい、なんかねやらせていただけるようなんで、皆さんよかったら限定40席なんで、お早めにお店にお問い合わせください。1万5000円でものすごい料理とお土産もあります。ディナーショー以上、あれステーキがこうついてっていうことね。フルコースなんですよ。フルコース、フルコースでパンのお土産があったりとか、うん、私下見に行って食事もさせていただいたんですけど、うん、まあ豪華な食事、びっくりした。
美味しくて、そうなんですよ。ぜひね、そういうとこ一回行ってみたいな。そう、私もね、皆さん招待したいんですけどね、一人一問です。立ち飲みね、たまに来ませんか、じゃあお二人。21日そう、12月。彼女ちょっとどうですか、皆様。21か、何曜日だっけな。土曜日、ライブ入っちゃってる。土曜日、21でしょ、うん、それでね、はい、ちょっとね、ラジオのこのゲストのご紹介しましょう。はいはい。ね、続々とゲスト入る予定になっております。今月は割とね、金玉でこう行きたいと思うんですね。はい。それでね、まず12月の、はいはい、6日金曜日ね、これもちろんラジオの日ですけども、これはね、ビビシンガーっていうね、ビビシンガー、ビビちゃん、ビビシンガーっていう名前ですね。そうですね、いう名前のね、これ北九州出身の方。ああ、うん、そうかそうか、ビビちゃん、はいはい、ビビちゃん ね、登場です、はい、初登場ですね、はい、これはユニバーサルレコードからメジャーデビューしましたし、まあ北九州を基盤としていろいろ全国的展開してる、シンガーなんですね。新人さんね、お楽しみいただきたいと思います。はい。でね、12月13日はね、これ都市石田さん、これアメリカに住んでる、福岡で僕友達になった人がフラット遊びに来ます。フラット遊びに来ます。都市が福岡じゃん、アメリカから今帰国してる。アメリカから、そうそう、それで都市石田さん、はい、ね、はい、ゲストとしてね、フラット来ます。あとね、12月の20日、これは岡地君、あ、岡地君ね、岡地君ね、入りました、ということでね、はい、いろいろね、1月も入ってます。ことぶきのナビちゃん、これ1月31日ね、ことぶきっていうバンドのね、ナビさん、バリに住んでる、バリに住んでる、バリに今住んでる、バリなんだ、うん、でもうバリ、そのバリバリ踊りの研究とかもされてて、そうそうそうね、舞踏のね、でまあこれも帰国ですね、嬉しいな、痛かった。で1月ね、17日これ生田圭太郎さん、坂本龍一さん、坂本龍一、うん、坂本龍一、坂本、うん、坂本龍一さんじゃなかったっけ、佐藤龍一さん、あ、佐藤龍一さん、ごめんなさい、びっくりした、坂本龍一先生が教授が来るのか、佐藤龍一さんですね、生田圭太郎さん、はいはい、これ1月17日ですね、ということで、まあいろいろね、2月までいろいろ入ってますね。1月は言わなくていいんでね。あ、1月そう、1発目3日3日からだよね、今年は、うん、これは菊田俊介さんですね、毎年恒例の新春第一発、菊田俊介、うん、新春ブルース、はい、1月これ3日ですね、菊田俊介さん決まりましたね、はい、で続々とね、こうやってね、ゲストの方も決まっております、音楽魂、はい、まあ、今年でですね、12年目を迎えましてね、おかげさまでありがとうございます。なんかやりましょうね、12年ね、うん、12年目のお祝いでさ、まあ餃子食べ行こうか、出たよ、ちっちゃいな、ちっちゃいな、ちっちゃいな、みたいなね、一口餃子だ、ほんとに出なは合わないよね、出な出な出なー、焼肉か寿司ぐらいどっちか行きたい、焼き鳥屋で出なしょう、焼き鳥、なんか出なしょう、シースーかなんか、シースー、うん、シースー行きますか、シースー、シースー、まあ、うん、まあね、焼肉でもいいよね、何の話してるんだよ、ということで、歌おうよ、歌ってください、うん、チャルメラ行きますか、うん、ちょっと、ってこれお決まりで言わなきゃいけないの、やる気を出してやる気のない素振りを、あ、そういうキャラなんだもんね、でもさ、松下さん、この間のあれ、坂田君とかと一緒にやったあれ評判いいじゃない、そうですか、そうでもない、藤子ちゃんが歌ってね、評判はどうかわかりませんけど、評判結構なんかいいみたいよ、そうみたいよ、いや、そんなことはないと思う、普通いやいや、普通っていうか、なんかみんな評判いいんじゃないですか、なんか、じゃあチャルメラを軽く、チャルメラ無理のないようにしないと喉が、うん、バリカタでお願いします、バリカタやばいやばい、行きますか、どんな感じですかね、うん、ゆっくりね、皆さんおそばはいかが、おなじみチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラ蕎麦屋でござる、おっさんぱいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、
粗末全然、うん、あのコーラスもしていただけないしいや忘れてましたね忘れてたこうやってこうつっついてるんだけど知らんぷりしたしねこういうこともあります油断してましたね完璧ね忘れましたいやいや聞き終わってたのよいやいや違うこと考えてたと思う、まあ、いや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 その時は乗らん面白いね、忘れてました ね, ねちょっと忘れておりましたけど、ね、やっぱり、そうちょっと息苦しいお聞き苦しいと思うよ息がなんかん息苦しいいや俺この番組始めてさ、うん、5年ぐらいここっていうちょっとあの映像も映ってますけどもですねこのデジタルの時計を見カウントダウンがあるじゃん、はい、カウントダウンの数字、はい、それは気がつかなくてあ、5年ぐらいそこの壁の秒針見ながらやってたのよ俺5年もそれやってたんだよねで山田さんっていう方がいらしてはいはい金子さんあのそで大きなあの数字がそこ出てますけどって言われてこれさ何なんかよく分かんなかったのよずっとへえパソコンも扱えないから持ってないしなんか説明してもらえないと分かんないかもしれない、ね、いやそれ知ってるのは当たり前なんですなんだよああ、うん、だから俺もずっと秒針でやってるからいまだに終わる前秒針見るから、ね、秒針これアナログのこの時計は狂うからねそうね、うん、だからこれを、ね、いやでもあれをめどにこうやってたのよずっと5年もおかしいよねもう笑われたよ笑っちゃうよそんなことやってたんだねいやいや笑っちゃいますっていうのが松下さん最初から分かってたそれ分かってますよ私も前やったことあるしあやってたのやってどこでやってたの昔大阪で大阪大阪で大阪何放送なの関西放送かな関西放送とかあるのうん多分関東なんか忘れちゃいましたもう大昔だからえそれ何分番組とか30分と一人で、うん、あとはあの長谷川さんっていう俳優さんがいたんです昔あの顔見ればみんなわかるその人のがメインで、うん、私はサポートっていう感じで、うん、はいはいとかうんとかアシスタントみたいなそれも30分番組だったのかな、うん、あそうなんだ毎週ですか、ま、鳥だからまとめて、うん4週分撮ったりとかさ1回行ってだから時節柄の話は一切できないのまあそれできないねそう晴れですとか雨ですとか暖かくてなんて言えないもんね絶対言えないの、うん、4週分とか撮るんだと思う1回だって新幹線だよ収録だったらそんな感じだよね、うん、俺生放送だからさ毎回なんかあるじゃん季節のこととかもそうですよね、うん、生だったのねだから生の方がだから楽しいよね話題豊富でしょ失敗するけど生放送ってね、うん本当楽しくなるよね楽しくなると思うあのそのスリルっていうかねだから昨日のこととかが話せるじゃない来たね来る途中のこととかもね、うん、話題にできるもんね、うんうんうん、だからねネタに困りました新幹線の中で全部こう書いてああ4週分撮るのにそう4週分ってすごいですねすごかった一回僕もなんかゲスト出たことあるよラジオ関東かなんかの、うん、ラジカンでしょ、うん、そこそこそれで横浜で撮るんだけど、うん2週分かなんか撮ったかな 2回か3回分ぐらいうーんでもなんかさちょっとこうまとめて撮ると しらける感じでこう台本とかみたいなあったらあどもどもみたいなさあの決められた感じこの島から始まってすんじゃんそうそうそう2発撮るとそうだねなんか1個撮り終わった後次のやつ撮り始めるんでしょなんかちょっとテンション感がそうそう何週目行きますとかさ、ね、ちょっと違うとさもうすごい激怒されちゃうその辺もなんか意識してって感じだよ ねでもやっぱり思い出したくない過去なんかあんまり面白くなかったのもう全然面白くない本当もう過去はねあんまりいい思い出はないですね何その後ろ向きな今日は雨なんだからさ明るく行こうぜもともとやる気のなかったっていうねじゃあ何しに出てきたんだっていう話でしょそうまあいろいろありますよ人生ね、うん、いろいろありますから適応用としてきた割にはとかさ、うん、ねまた後ろちょっと暗い話になるからやめようか
珍しく自分から聞き出したから、ね、今日はね、そうそう、今日はでもね、私の幼なじみのね、命日なんですよ。そうなんですか。11月22日か、うん、幼馴染の方の、そう、亡くなられたの、いくつぐらいで亡くなられたの。27、28だったかな。若いね、そうそう、うん、そういうのがあって、ふっとさっきね、いい夫婦って言った時、あ、そうだと思って、明日も命日なの、友達の、親友の、あ、そう、1日違いで、だ、結構こういうね、11月はあれなんだね、こういうね、過去があるんですよ、この悲しい思いをしてる。あなたは、そう、ね、まあ、チャーリーさんもね、みんなそうでしょ、悲しい過去がこの間話聞いてたらって言ったよね。あの映画になるよね。何、田崎君が来ててチャーリーさんのこと聞いてたら、そうそうそう、映画になりそうなことばっかり。面白い話、面白いことあんのよ、ね、うん、まあ、人それぞれいろいろありますよね、そうそうそう、ね、あるけど、なんか11月ってだからね、寒いし、うん、寂しいし、うん、あんまり明るい話題がなかったわけ今まで、うん、だから金尾さんのお誕生日っていうのが唯一、うん、おお、みんなでわーってなる、うん、最近ね、最近は、うん、おかげさまで、だから11月のイメージがちょっとこう明るくなったかなっていう。そうね、うん、明るくしないといけないんだよ、悲しきノーベンバーだった。いや、俺だって悪いよ、その人に言えないことがいっぱい。それはなんとなく悪いことはないけどさ、ね、うん、暗いこともあるけど、うん、でもほらね、もうこのだんだん年取ってきて、うん、もう歌えるだけでも幸せじゃないですか、うん、そうです、ね、やっぱりそこへ行くまでは大変よね、うん、そうよ、その行きまでに、そうそうそう、そういうこともありますが、それは、まあ、11月12月みんな頑張りましょうね、うん、頑張りましょう、暗くなるけど、ちょっと青空出しますか、出して出して出して曲ですけどもね、お届けしました。これでも向こうの言葉の聞いたことないね、そういえばね。あ、あります？原曲。あ、そうですか。英語バージョンない。ある、あるよ。あります、うん。聞いてみようかな。うん。あの、英語バージョンも織り交ぜてやると面白いかもね。うん、混ぜてやる人結構いますよね。うん、あ、そうなんだ。うん、いるいる。結構ね、面白いかも。My Blue Heaven ね。My Blue Heaven。うん、
ということでね、あっという間にもう1時間経ってしまいました。すごいね、あと1曲ぐらいしかできない。松下さん最後締めて。いや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 あ、それはカナオさんが締めていただけないと、ね、いやいや、いや私じゃ締まらないですから。いやいや、ね、松下さんどうして俺なんかちょっと調子悪いですか。東京トナイトやってみようかな最後。絶好調じゃない。これデビュー曲ですね。絶好調今日。いやいやいや、ね、あのね、うん、あんまり良くない実はこの1ヶ月ぐらい、ほんと。そうですか。あのでもね、あの全然それはね、あの乗り切りますんで。 OK。
はい、金川義郎デビュー曲ですね。これは東京ツナイトっていうね、気持ちいい、いや気持ちじゃない気持ちいい歌気持ちいい歌ですね。いやいや、ね、ちょっと新たな気持ちでね、歌いましたけども、こういう気持ちで出てきたんだなとか思いね思い出しながらだから ね、 あ、うん、ね、そういう時期もあります。もう考えるともう40年以上前の話ですよね40年ぐらいのね40年、これデビュー、これね思い出深いのよ。これレコーディングシングルだけレコーディングに来たんだけど、うん、1週間ぐらい東京泊まって、そのホテル住まいをしたことないじゃん。あでホテルね泊まってて、聞いた、ホテルの暖房がさもうダメで、一発で声枯れちゃって、うん、で風もあったんだけど、おそらく今ぐらいの時期に録音したのね、今ぐらいだったかな。それもうすごいあの辛かった思い出があるのよこれ。うん、だからあのちょっと若い声なんだけども、あれすごい風邪ひいてる声なんだよね。そうだったんだ、うん、それですシングル、シングルにしたの。風邪ひいてるっていうかもう乾燥しちゃって、だからホテル行ってもね、うん、暖房がないとあるとダメなの未だに。うん、でしかもその時俺ニュージャパンに泊まってたからね。ニュージャパンね、ホテルニュージャパンに泊まって翌日からホテル変えちゃったのよ。あ、そしたら火事になったの。すごいよね、翌日が燃えた日だ。そうなの、うわー、ラッキーだよ、うん、そういうこともありましたね。やっぱ何か持ってますね、運を持ってます ね、 ね、 やっぱね、うん、はい、持ってます持ってます金川義郎でした。持ってます。何を持ってるか言ってみるやろ。バカな感じになりました。